この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。攻撃はここで止められます。ホワイトヘッド、ルーズボールです。ボールはどっちだ。危険な位置です。緊張感が増してきます。上がった。キーパーの守備範囲です。リチャード・チャプロうまいですね。狭いところでボールを取ります。ボールを奪いに来ました。マーフィー、ホワイトヘッド、ダミアタックルでボールがこぼれました。さあスローインでの再開です。スミス、パスがよくつながっています。このままゴールまで突っ込んでほしいですね。さあスタジアムのテンションが上がります。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。マーフィー、彼は今日が誕生日なんですね。非常に美しいパス回しです。ボールを奪った。いいタックルでした。当てて取る。奪った。ボールを運びゴールに襲いかかります。遠くから決めた。ロングを狙いましたね。スーパーゴールですね。
素晴らしいミドルシュートでした。何度でも見たいスーパーゴールですね。別の角度からご覧ください。ジェイミー・スミス、審判試合を止めます。ファールの判定でフリーキックです。おっと動いている。ボールが狙われています。カラス、いい形でゴール前まで持ってきました。ここで打つ、バーダミッドフィールドでボールを取りました。チャンバース、ベラ、膠着状態が続いていますが、試合終了まで何が起こるか分かりません。このクロスはディフェンスが処理します。ジェイミー・スミス、ボールを取ってサイドから中央を見る。ホワイトヘッド、勝利をものにできるでしょうか。ゲームも終盤に来てのこのコーナー、大事にいきたいところです。クリア、なんとか乗り切った。引き分けです。試合終了です。堀池さん、接戦でしたね。そうですね、スコアもそうだったんですけど、拮抗した内容でいい試合でしたよ。